じゃあこんにちは、豊さん、はい、中日の根尾投手が開幕ローテ入りに向け頑張っております。ブルペンで頑張ってたもんな、はい、パッと見るなり挨拶来てくれてな、あ、そうなんですか、うん、こんにちはって初めて話をしたけど、あ、じゃあ根尾投手は豊さんの存在を知ってるんですね。多分 YouTube をご覧になってるんじゃないかなっていうような感じはするんだけどYouTube をご覧になって気持ちのいい挨拶ができる人だね。まあ中日全体そうなんだけどさ、うん、まあ、その中でもこういう風な感じでいるのかなと思ったら全然違って、はい、こんにちはって。どんな会話されたんですか。いや、まあまだ練習中だったから挨拶程度で、まあ、挨拶程度だったけど、うんうんうん、頑張りますみたいな。まあそうですよね、先発転向2年目というところで、はい、2月の24日楽天とのオープン戦で先発したんですけれども、4イニング投げて5安打浴びるなど毎回得点圏に走者を背負いながらも粘りのピッチングで失点1点のみに抑えたというところで、まあ、アピールを続けている段階。もう俺意外とね、はい、ピッチャーとして、まあ、打たれたりとかするけども失点をなかなかしないピッチャーかなと思ってるんだよね。それあの去年の後半で出てきた時も、そうそう、まあ、勝ち運どうのこうのっていうのはちょっとまだわからないけども、はい、この前パッと投げて無失点に抑えて勝ち投手の権利を持って降りたんだけども、はい、まあ、後続は打たれてっていうことで、うん、勝ち投手にはならなかったんだけど、はい、でも比較的しっかりゲームは作れるようなピッチャーに成長してるなっていうふうに思うんだよね、うんうん、それでやっぱ彼の持ってる運だよね、はい、そういうものが強いのかなという感じがするよ。ピッチャー向きっていう感じなんですかね、強気なところとか。まあそうかもわからないね、性格はね、うん、はい、でも野手でも俺は頑張って粘って粘ってっていうことを考えたら、まあ、成功したかもわからないけどね、うんうん、ピッチャーとしてあれだけのバネがあって、はい、あれだけの球速を投げられるんだったら、うん、まあ面白いかもな。そうですよね。ただ背番号7でしょ、はい、なんかちょっと変えた方がいいのかなってちょっとイメージが7って野手のイメージしかないんだよね、はい、そうなんですね。そうそうそう、だからどうなんやろうなっていうふうには思うけどね。あ、豊さん的に見て、背番号で投げてるわけじゃないからね、はい、まあ、そういうピッチャーに育ってくるのかなっていうのを感じはするよ、うんうん、でこの日楽天戦で大阪桐蔭で、大阪桐蔭といえば大先輩の浅村選手がいまして、はいはい、まあ、あの最初の対戦の時には胸を借りるぐらいの気持ちで投げたということで、はい、最速の145キロ計測、ただ2球続けた直球を、まあ、運ばれて先制点許すというところで、ただ3回にはまた浅村選手と当たって、勝負を避けていたら投げている意味がない、勝負した、ただもう少しこういう風に投げられたらという部分があったということで、まあ、勝負を挑みつつもその最初の打席での反省も踏まえて冷静にコーナーを狙い、結果フォアボールだったが後続封じて無失点というところで、はい、どうですかこのピッチャーとしての強気なこう考え方だったりとか。まあでも虫の知らせというかさ、勝負しながらフォアボールになるっていうのは、うん、やっぱ勝負どころを心得てるのかなっていうね、はい、まあそういうことも言えるし、うん、まあブルペンに入ってる時でも中田翔が打席に立ってたよ、先輩の大阪桐蔭の、はい、だから中田翔が、ああいいボールだと、はい、投げた球、ああこれは簡単にいくよみたいな、うん、いいアドバイスというかね、はい、まあ、そういうのをもらいつつだったんだけども、まあでも俺は成長してるなって思ったよね、うん、うん、まあ、先ほども言ったように、はい、まあこれは勝てる、うん、負けない、はい、失点しない、うん、まあそういうピッチャーなのかなっていうような感じがする、うん、最初はなんかね、心もとないというか中継ぎで投げてる時なんかもただ物珍しさっていうこともありながら見てたけども、はい、しっかりしたものが育ってきたのかなっていうね、うん、ファームでは本当にマンツーマンで朝をピッチングコーチとまあやってたしね、はい、だからまあそういうものが今年はねある程度開花してきそうな、うん、そんな感じがするけどな、うんうん、でやっぱりその立浪監督もこのね、その結果を踏まえてやっぱり最少失点で踏ん張れたのは根尾にとって大きな収穫だと思う、はいはい、開幕ローテ候補そうですねとうなずいたというところで、まあそうですねっていうのはそこでいやいやまだまだじゃなくて、やっぱ希望を与えてるというか、でもそのぐらいのものはもう出来上がりつつあるのかなっていうような感じがするよね、指揮官があの期待するだけのね、
まあ、立浪監督も期待してると思うし、やっぱね、甲子園でね、優勝するって何かないとね、優勝できないんだよ、はい、でその立役者だし中心人物でしょ、はい、だからそれのなんか持ってんだよね、ちゃんと、うん、だからそれはなんかこう結果に出てきそうな、はい、まあ、そんな感じがするよ。水野とか、はい、桑田とか、うん、あの試合で対戦したけど、うん、やっぱ2人とも同じ印象だったんだけど、やっぱね、まっすぐフォーシームの回転が違うというか、はい、それを感じたんだよね、うん、あ、このぐらいのボールを投げないと甲子園では優勝できないのかって、投手として、ね、優勝した根尾も多分そのぐらいの球速は、ね、球速っていうか球の質は持ってると思うんだよね、うん、勝てるピッチャーに育つような気はするな。あ、楽しみですね。いや、ただそのやっぱ勝ち抜かなきゃいけないよね。そうなんです。やっぱ中日というといいピッチャー陣が、まあ、特に先発、うん、だから今年は、はい、まあ、大野がね、そうです、もう開幕からいけるっていうし、大野投手復活で、梅津っていうのは、はい、ものすごい期待の高い、そうですね、あ、ピッチャーだし、はい、高橋宏斗、はい、ね、柳投手、小笠原投手で、メヒアいますね。で、涌井、そうです、涌井投手 もうこれ聞いただけでもうそうそうたるメンバーだよね。この7名もうそういるんですよ。だからその中にもう一枚ネオってなると、ローテーションはこう1年間その8人で回っていくれるよなっていうような感じだよね、はい、これ、まあ、普通ローテーションっていうと大体6人なのかなっていうふうなの思うんですけど、まあもちろんね、8人っていうのはとなるとどうなってくるんですか。いや、8人で回すっていうことは多分ないと思うんだよ、うん、まあ、例えば涌井はベテランの中でね、はい、で中6日で回せなくて中7日でも8日でもいいっていうふうになると、そこの谷間に根を差し込んだりとかさ、はい、する可能性はあるよね、うん、ただやっぱり中6日って決めたらそのローテーションは守りたいと思うんだよ、うん、今回は7なのかとか、うん、まあ、そういうことはなかなかねリズム的にしたくないだろうから、うん、はい、6人の中に入るってこれはね、うん、今挙げた中では厳しいよ。そうですよね、うん、まあ、厳しいけども谷間ができたりとかねするときに根を差し込んだりとかさ、うん、する可能性は十分あるよね。そういう場合って自分の状態をコントロール、いい状態を保っておくためには例えばファームで投げつつもそういう時に一軍で投げられるような状況をしておくとか、そういうことなんですか。まあまあ、例えば計算ができていればさ、うん、ここが谷間になってしまうから、うんうん、だからここに根を入れよう、うん、だからファームでここで試合投げさせてっていうのがしっかり決まればいいけどね、うんうん、そうなんですよ、ね、ただもうさ本当に立浪監督だと思い切って、うん、もう最初からバーンと使うかもわかんないしな。そうかそうか、ローテーションに入れてくるかもしれない。でも根をが乗ってポンポンと勝ったら、うん、これはやっぱり乗っていけると思うしね。そうですね。ということは誰か投手を蹴落として入っていくってことですもんね。なかなか難しいぞ、蹴落とすっていうのもこのメンバー見るとそうなんですけどね。まあ、そうだな。いや、でも頑張ればなくはないので、もちろん。まあそれはそう、もちろんそうだよね。そうですよね。だから高橋宏斗っていうのがね、うん、ちょっとまだまだ状態上がってこないし、うん、はい、そしたらもうパッと変えるかもわからないし、ね、あ、もちろん状態いい投手を使っていく、ね、でも高橋宏斗なんかも絶対にあの最多勝争いをこれから、はい、どんどんしていかなきゃいけないピッチャーだから、はい、まあそうも言ってられないだろうしな。そうですよ、そうですよ。だからまあ楽しみばかりだよ、ピッチャー陣は。見てる我々はね、そうですよね。だから勝ち抜かなきゃいけない方は必死というか、まあ大野は決まり、梅津は決まり、うん、まあ、柳も決まり、小笠原決まり、はい、メヒアも、まあ、メヒアも決まり、こうですよね。涌井投手、まあ、涌井の決まりだけど、うん、まあ、でも高橋宏斗投手もまあほぼほぼ、いやいや、まあまあそれはそうだよ、それはそうだ。今ねあえて名前をちょっと言わなかったけど、はい、軸になるピッチャーだからね。ですよね、うん、でも根尾も負けてないということだよ。これって例えば先発ローテ入れないからファームでってなってしまうんだったら、じゃあ中継ぎでちょっと2イニングとかちょっとロング行くような形で使う、まあ、可能性もあるよね。あります、その構成としてね、うん、先発これ中継ぎを誰に入れるって言ったら、うん、でいつでも できるネオを入れとくとか、うんうん、はい、まあでもそんな中途半端はしないと思うんだけどな。絶対先発だからやっぱり谷間とか、はい、もう本当に立浪監督が思うんだったら、うん、ローテーション入れちゃうかとか、うん、まあ、そういうことはしてくるだろうけど ね、はい、開幕ローテ候補そうですねとうなずいたというね、うん、
まあ楽しみではあるな楽しみではありますね、はい、そうですねってその流れから多分言ってしまうと思うそうですね誘導されてそうですよねそうですねっていやいやまだまだみたいな、うんうん、なかなか言わないよもう流してるんだよそこら辺は立浪監督がそうかそうですか、まあ、そうですねもう別のことをここら辺で考えて考えてる全然違うことはそうそうもう本当に楽しみな、うん、あの話題だよねいやそうですよまあ嬉しいというか ね、はい、これだけいるってことは嬉しい中日の、ね、悩みになるかもしれませんが、うん、さあ果たして本当に開幕ローテ入りを果たせるのかねお投手がそうだね、うん、まあ開幕ローテーションに入れなくても投げてる姿は確実に今シーズンは何回も見れると思うから、うん、そうですよね、うん、まあ期待しようなはい、はい